iPhone 3G、iPhone 3G とは Apple がかつて設計、販売していたスマートフォンである。iPhone の第二世代機で2008年6月9日にサンフランシスコのモスコーニーセンターで開催された WWDC2008 で発表された。内面的には全機種と変わりはないが新たなハードウェア機能として Agups3G Data、In S h s d p a に対応している。また発売と同時にリリースされた iPhone OS 2.0の導入によってソフトウェアの改善も図られプッシュ型電子メールやターンバイターンナビゲーションや Apple が新たに立ち上げたサードパーティー製アプリケーションの販売プラットフォームである App Store に対応している。2008年7月に発売された時の iPhone 3G は iPhone OS 2.0搭載で、App Store やモーボリュームの搭載、Microsoft Exchange や c t i v a s y n c や、プッシュ型電子メールの対応やバグの修正といった改善が図れた。2009年6月、iPhone OS 3.0にアップデートできるようになり、MMS、コピーペースト、多数のアプリケーションでのランドスケープ、横向きモード、 Bluetooth のステレオモードなどに対応した。2010年6月、iOS 4.0にアップデートできるようになったが、後継機種と異なり、マルチタスキングやホーム画面での壁紙設定、Bluetooth キーボード対応といった、iOS 4.0で搭載されている一部の重要な機能を使用することができなかったが、統一型メールボックス機能、ホーム画面でのアプリケーション用フォルダ。 プレイリスト作成などは使用できた。また、このアップデートに関して iPhone 3G ユーザーから遅い処理速度が批判されたが、同年9月に iOS 4.1がリリースされこの問題は改善された。しかし iOS 4.1でもゲーセンターアプリケーションなど一部の重要な機能は iPhone 3G で使用することができなかった。同年11月23日、 iPhone 3G で iOS 4.2にアップデートできるようになり YouTube での投票機能が追加されセキュリティに関するバグも修正されたがやはりエプラやサファリのテキストサーチなど多くの機能が使用不可だった iPhone 3G をサポートする最後の OS は同年11月22日リリースの4.21で2011年3月11日リリースの iOS 4.3はサポート外となりアップデートは終了した。iOS 2.0の目玉となる拡張であるゆえに iPhone 3G の重要な機能であったのが自身のデバイスでサードパーティー製のアプリケーションを検索しインストールことができるアップスドである。以前はカスタムアプリケーションをインストールするには Apple が強く反対しておりサポート外行為となる。 脱獄行為しかなかった。アップストアの立ち上げ時には500タイトルのアプリケーションが配信されており、以降もアプリケーション数は劇的に増加している。iPhone 3G の背面は初代のアルミニウム背面と異なり、全面がプラスチックポリカーボネート製である。ボタンもプラスチック製から金属製に変更されており、機体の円はテーパー状になっておりより握りやすくなっている。 16GB モデルで、外面の色を白か黒かを選ぶことができる。寸法は、初代 iPhone より、わずかに大きく、縦は、横は、奥行きはとなっている。初代 iPhone では、縦が、横が、奥行きがである。一方で、一般発売後、数名のユーザーから、白色モデルでひび割れがあることが指摘された。 3.5インチのタッチスクリーンは3 2 4 8 0の解像度 163p。傷のつきにくいガラス製であり、複数の指によるマルチタッチを感知するためにデザインされている。センサーは全機種と同じであり、近接センサー、通話中に顔がディスプレイに近づいた時何も操作できないようにするは、バッテリーを節約したりユーザーの顔や耳で誤った。 入力を防止するため再配置された。環境構成差は、周囲の光によって、ディスプレイの明るさを調整することでバッテリーを節約する。三軸加速時計は、機器の向きを検知し、ユーザーが簡単にポートレートやライノスケープモードに切り替えられるようにスクリーンを変更できる。iPhone、3G の内蔵搭載機器の大半は、先代の iPhone をベースとしており、 引き続き、サムスン電子製32ビットリスクアーム 11620MHz プロセッサー 412MHz までアンダークロックとパワーアームックスライト GPU と 128MB のイドラムを搭載している。背面に仙台と同じ固定焦点の2 0メガピクセルカメラが搭載されている。光学ズームやフラッシュ、オートフォーカスは非搭載だった上、 ビデオ撮影にも対応しなかった。ただし、ビデオ撮影を可能にするアプリケーションがいくつかあった。また iPhone 3G のオペレーティングシステムでは、写真のジオタキングに対応していなかった。iPhone 3G は一致のみならず AGPS、3G AG データ、HSTPA にも対応したことで、データのより早いダウンロードや地図を使ったターンバイターンナビゲーションが可能になった。 先代 iPhone や従来の iPod のように iPhone3G でも充電のために独自の三十ピンのドックコネクタが搭載されており充電だけでなくコンピュータに接続して機器と同期したりいくつかのアクセサリーを接続することも可能になっているまた先代 iPhone の大型ヘッドホンジャックに代わり埋め込み型の三点五ミリメートルヘッドホンジャックが搭載され アップル製以外のヘッドホンが使用可能になった。搭載している1150万の内蔵二次電池は、先代、iPhone と同様で交換不可能である。アップルによれば Wi-Fi でのブラウジングで6時間、3G で5時間、音楽の再生で25時間使用可能としている。また、スタンバイ状態で300時間耐えることができる。2010年6月21日に、 iPhone 3G にも対応している iOS4 がリリースされた。ウォールストリートジャーナルは同年七月二十八日付のコラム、ディジットにた iPhone 3G を iOS4 にアップデートすると動作が遅くなったり、バッテリーの持ちが悪くなったり、加熱したりすると報じた。メディアイベント中の同年九月一日に、Apple は iPhone 3G でのパフォーマンス問題や Bluetooth。 近接センサーなどを修正した iOS 4.1を同月8日にリリースすることを発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。